まさか。あら、マルタ、お皿は？ソムリエの人が。そう、じゃあ座っておいて、そこでいいわ。はい、お母様。マルちゃんとも久しぶりだね。はい、フレディさん、ごきげんよう。今学校では二次関数を習っております。ん？あ、そう。二次関数はグラフの線がビューンビューンとなります。大層面白いですね。それはよかった。フレディさんは何関数がお好きでいらっしゃいますか？何関数？ユーマーとウィットね。ブータイマー。早い。ずいぶんご心配させてしまっていますね。ここは誰も来ないんですか？え、私以外の者には用のない場所ですから。本当はここのホテルの一室でもご提供したいところなんですがね。いえ、気に入りました。落ち着きますか？はい、ロドリゴさん。それはよかった。ではここでお待ちください。ちょっとよろしいですか？両手を後ろに。縛るんですか？ええ、こちらも危ない橋を渡ってますんでね。もしご気分が変わってお家に帰られたら叶いませんから。そんなことしなくても逃げません。まあ雰囲気ですよ。こっちの方が気分が出るでしょう。よし。ああ大変結構です。あ、ちょっと失礼しますよ。大変結構です。ありがとうございます。本当はサルグツァもお願いしたいところなんですが、マルタさんとお話できなくなるのは残念ですからね。はあ。それではお家にまた連絡してきます。要求はおっしゃっていた通りで。はい、かしこまりました。大変結構。マドモアゼル、何をなさっている？え、怪しいものではない。ここのホテルの従業員だ。トウ！え、誰も来ないって言ったのに。あの男が嘘をついたわけではない。私がここに出入りしていることを知らんのだ。さっきの巻き毛の男はソムリエのロドリゴだな。はい。どういうことか説明してもらいたい。もし奴が年もいかぬ少女を拉致するような男ならば、しかるべき制裁を加えねばならん。違います。違うの。女の。違うのは 100% 違わない。でも違うんです。何が違う？そんなありさまで誘拐ではないとでも言うのか？誘拐です。ほら、そうではないか。いえ、あの、誘拐をしていただいたんです。うん？誘拐していただいたんです。誘拐していただいた？はい。バカなのか？バカではありません。今学校では二次関数を習っております。それは賢いな。私の方からお願いして連れ出していただいたんです。ん？駆け落ちということか？いえ、誘拐です。ああ、バカなのか？いえ、バカではありません。そこは譲らないのだな。今学校では二次関数を。わかったわかった、バカじゃないとして。あ、つまり狂言誘拐ということか？狂言誘拐？狂言のような誘拐ですか？まあそのようなものだ。じゃあ私は太郎冠者ですか？太郎冠者？次郎冠者はロドリゴさんですから、何郎冠者になさいます？何でも結構だが、私の名はアンナだ。わかりました。アンナカジャですね。アンナカジャ。お気に召しませんか？悪くないな。ありがとうございます。そういえば、名は何という？太郎カジャです。そうじゃなくて。あ、みとものな。違う！狂言っぽく言えということではない。普段の名を知りたいのだ。あ、マルタと申します。マルタ・ボルヘス。マルタ・ボルヘス。はい、アンナカジャ。ボルヘスというと、大きなワイナリーを経営している家にそのような名があるな。はい、そこのものです。お、そんなお嬢さんがなぜ狂言誘拐など。小遣いでも足りなかったか？マリア・マグダレーナさんをご存知ですか？うん？今はウィーンからいらしてる女優さんなんですけど。ああ、よく知っている。それがどうした？昨夜うちに遊びにいらしたんです。ほう、興味深いな。詳しく聞かせてもらおうか。どう